皆さん、エクエル開発秘話ドラマは見ていただけましたか？ドラマで上野役を演じさせていただきました安田咲です。今日は特別にエクエルを製造する工場に潜入して、エクエルの一粒一粒がどのように製造されているかご紹介します。それでは行ってきます。エクオールを摂取できるサプリメント、エクエルが発売されたのは2014年。と言われても、そもそもエクオールって何って方も多いですよね。エクオールは大豆食品に含まれる大豆イソフラボンが腸内細菌で変換されて生まれる成分。大豆イソフラボンのままよりも強い働きがあり、女性の健康と美容をサポートしてくれるんです。だったらお豆腐や納豆を食べればいいんじゃないかって思いますよね。もちろん大豆には体に役立つ様々な栄養成分が含まれています。ですが、大豆食品を食べてもエクオールを作れるとは限らないんです。日本人でエクオールを作れるのは2人に1人。自分で作ることができる人でも大豆食品を食べていない日は作れないですし、腸内環境の変化で作れなくなることもあるんです。大事な成分なのに自分では十分に作ることができないエクオールをサプリメントで毎日手軽に摂取できたらという思いから生まれたのがこのエクエルです。発売当時はまだ女性の健康に関して世の中の関心も薄く、エクオールもほとんど知られていない成分でしたが、大塚製薬はその成分にいち早く着目。世界で初めて乳酸菌で発酵させたエクオールを摂取できるエクエルを生み出したことは、ドラマでもご紹介した通りです。それではエクエルの製造ラインを特別に見せていただきましょう。まずは厳選された自然由来の原料を漂流、そして原料から下流の状態に加工、さらに他の原料と混ぜ合わせ、圧力をかけて固めることで、あの粒状のエクエルになるんです。そしてさらに時間をかけてフィルムコーティング。出来上がったエクエルを今度は一粒一粒検査。パッケージに詰めたらエクエルの完成です。こうして大切に作られているエクエル。その名前の由来はエクオールとフランス語で女性を表すエルを組み合わせているんです。ロゴに使われているピンクにはポジティブに生きる女性を応援する意味が、グリーンには大地の恵み、大豆の持つ栄養という意味が込められているんです。さらにこのパッケージ、日常に溶け込む綺麗なデザインで、私もとっても気に入っています。名前にもロゴにもパッケージにも、女性の健康のためという思いが込められているんです。大塚製薬が研究開発した女性の健康のための製品はエクエル以外にもあるんです。エクエルジュレはエクオールはもちろん、ビタミン D、コラーゲン、カルシウムと女性に嬉しい成分が含まれています。フルフル食感の爽やかオレンジ味のジュレタイプで、美味しくて飲みやすく、持ち運びにも便利と好評です。もう一つはトコエル、月経前の健やかな女性を優しくサポートする複合型サプリメント。ビタミン E の一種であるガンマトコフェロールとガンマトコトリエノールに加え、エクオール、カルシウムも含有。毎月の7日間も自分らしく過ごせるよう応援します。というわけでエクエルのあれこれお伝えしましたが、いかがでしたか？エクエルの一粒一粒にはさまざまな思いと工夫が込められていたんですね。私も毎日欠かさず飲み続けたいと思います。